ね、柔術的な部分。関節側は、柔術って足関節じゃないけど、普通足関節でも首の経営も結局何でもポジション取り、わざわざ走ってたね、きっかけさせてくれへんって変わりますね。まず相手を止めるっていうのが大事。ポジション取りが一番いい。それは柔道、レスリング、レスリングの方が強いのかな。関節とか知らんけど、止めとくっていう技術があるから。なんでこんなことになってるの。足の関節とかに思い出してもらっていいですよ。思いつかんかったらそのポジションに。はい、プーン。今日は膝立ちです。どうぞ。どうぞ。どうぞ。